第11代ラバト兄弟11代ラバト、共催者フレーザー。この間、継承者に指名されたアメリア・フレーザーとの結婚を格索して失敗したり、その母、アメリア・マリーをレイプして結婚を強要したりする事件を起こした。1689年の名誉革命で即位したウィリアム三世に仕える一方、革命で王位を追われて亡命したジェームズ二世とも接触し、 1700年には秘密裏に、ジェームズ2世の下を訪れ、ジャコバイト指示を約束している。1702年には、第2代クイーンズベリー公爵、ジェームズ・ダクラスや初代アソル公爵ジョン・マレーラ、スコットランド大貴族を巻き込んで、ジャコバイトの反乱を計画したが、スコットランドコーチ陣から、暗城政府の二重スパイと疑われたために失敗し、フランスへ亡命した。 パリでも彼の一連の行動に疑いが持たれ、アングルーム城に投獄された。約10年にわたって収監され続けた。1713年に脱獄して、スコットランドに帰国した。1715年のジャコバイト放棄では反、ジャコバイト側に立ち、ラバトのフレーザー氏族をジョージ一世のために放棄させた。そのため、ジョージ一世から退社を得て、かつての罪状を取り消された。 帰国後25年間の活動は、ラバト教委や財産を回復するための訴訟で締められた。1730年7月3日に裁判所は、ラバト教委は、男系男子に限定される爵位として、トマス・フレーザーが10代、ラバト教、サイモン・フレーザーが第11代、ラバト教であるとする逆転判決を出している。その後再び、ジャコバイトと接触し、 1740年3月14日には、大戦勝者、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートから、ジャコバイト貴族の爵位として、スコットランド貴族爵位、フレーザー公爵を与えられ、代わりに小戦勝者、チャールズ・エドワード・スチュアートのスコットランド上陸を、支援することを約束した。1745年ジャコバイト放棄では、フレーザー氏族を反乱に参加させた。自身は、 高齢と健康悪化より、小戦勝者の元にセサ参じるのを避けたが、息子のサイモン・フレイザーを参加させた。一方で、スコットランド民事最高裁判所長官、ダンカン・フォーブスに対しては、息子が自分の説得を聞かずに、ジャコバイトに参加して、フレイザー氏族からかなりの部分を反乱に参加させたと述べた。しかし結局も、ラーコで逮捕されて、ロンドンに移送され、 大逆罪の容疑で、貴族院の裁判にかけられた。1747年3月19日に死刑判決が下り、4月9日に斬首された。処刑の直前にも明るく、ホラティウスを引用して、祖国のために死は美しく名誉なりと述べた。ラバト教くらいの爵位も剥奪されたが、100年以上後の1854年7月10日の、 議会法で4代ラバト教からの分流である初代、ラバト男爵トマス・アレグザンダー・フレーザーが12代、ラバト教位を回復している。1699年5月に、父、トマス・フレーザーの死去により、以下の爵位を継承したことが1730年7月3日の裁判所の判決で確認される。1740年3月14日に、大戦勝者、 ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートから以下のジャコバイト貴族の借位を与えられた。1716年2月にルドイック・グラントの娘、マーガレット・グラントと結婚。彼女との間に以下の子を設けた。1733年7月にジョン・ギャンベルの娘で、第四代アーガイル公爵ジョン・ギャンベルの妹にあたる、プリムローズ・ギャンベルと結婚。彼女との間に以下の子を設けた。 ありがとうございます。